山添拓君、日本共産党の山添拓です。参考人の皆さん、本日は大変ありがとうございます。は、え、じ、ー、めに吉原参考人に伺います。あの3年前に国交省の所有者不明土地特措法案の参考人質疑でもあのおいでをいただきまして、その際私も国土交通委員でしたので、あのその先生は大変お世話になりました。あの当時の特措法は公共事業における収容や利用権の設定を 内容とするものであのでその法案としては、消費者不明土地の発生を抑制したり、あるいは解消したりというあの問題の根本解決とはならないものだと、そしてそれはあの次の課題だと、当時参考人もあの意見を述べていただいておりました、まあ、そこであのこの法案は、今度の法案は、その次の課題への十分な回答と言えるのかどうかですね。 まあ先ほど万能薬特効薬はないというお話がありましたけれども、まあ対処療法ぐらいにはなるのか、それともさらにまだ課題がかなり残されているというご認識が伺えますでしょうか。吉原参考人ありがとうございます。あのこ,ここま今回抜本的な見直しが数多くされておりまして、えー、対処療法を超えた。 抜本的な解決策が複数示されていると思っていますただし、その効果が出てくるのは10年、20年、30年かかると思います 例えば、共有制度の解消のあのしやすくすることとか、あるいは遺産分割協議の期間制限のこと。それから財産管理、あ新たな財産管理,理、財産管理制度の創設など、それから国庫貴族の制度そして冬季の義務化、そうした。あの抜本的な見直しが行われたということは本当に驚くべきことだと思っています。で、これからはむしろこれだけの制度を作ってさ。あ、これからどうやってこれを育て,育てていくんだろうかということを考えると。次の なる課題も非常に大きいいいなという感じがいたしますそれから残された課題は何があるかというと例えば相続放棄のの問題があありますあの相続人全員が相続放棄をしてしまった場合、えー、そこに財産管理人を誰かが利害関係人が選任をすれば次あの管理人が申し立てられてこう権利の流動化が始まっていきますけれども誰もそこの土地に対して、えー 管理人の申し立てをしなかった場合というのは、やはりそこは宙に浮いたままになってしまうということはあります。で今回、九百四十条の改正ということで、あのその元相続人の権利の範囲というものも明確,され明確化されましたし、相続放棄のあり方というのが、今後一つ。あの本当は、あんまり、こういうことを言うと、民法の先生方には怒られてしまうんですけれどもあると思います。それから、今回の法改正の議論で、一つ、途中で落ちましたのが、あの自公取得ですね。 実質的に共有者の1人がずっとその家に住んでたり、土地を管理している場合に、実行取得を認められるかという論点も途中で落ちました、まあ、それは今後の課題として残っているかと思います山添拓君。ありがとうございます。国吉参考人に伺います、土地家屋調査士の皆さんは、えー、国交省の,あの地籍管轄、地籍調査ですね、あるいは法務省の所管する法務局備え付け地図の作成などにも、あの携わっておられるとあの伺っています。 あのこれは近隣の方への聞き込みだとか、あるいは地歴の調査だとか、本当にあの大変な作業かと思うんですが、地籍調査というのは、聞きますと、全国で52%ぐらい、あるいは法務局備え付け地図というのは57%ぐらいと、全国を網羅するには、これ、数十年かかるということをえ伺います。所有者不明土地を解消していく上でも、あるいは基本的なインフラ整備という点でも、 こうした作業を加速させることはあの必要だと思うんですけれども、その際、政策ですとか、あるいは予算の上でえで、ー、国政のです、ね、政策や予算の上で、何が求められているとお考えでしょうか。国吉参考人 知的、はい、調査、それから順序地図の作成についてはです、ねあの、いろいろな問題点を指摘され、今回の土地基本法の形で,ですね知的調査の新10カ年計画の中ではです、ね、例えば、非使い特定手続きの利用をする。 とかですね、それから各実行する行政からのですね、引換案の提出などによってですね、あのその引換未定の土地をなるべく少なくしたいという手続きが作りました、でそれによって、まあ、その実効性をどれだけあるかというのは、まだ今後、見ていかなければならないと思います。そしてあの知的調査ですけれども例えばあの 外区先行型といいまして、一筆一筆の中までではなくて、いわゆる外区をまず固めようという一応、形をです、ね、進めていこうということもありますので、それらのことも一応考慮しながら、これから先の知的調査の有効性なども、やっぱりもう一度見ていかなければいけないなというふうには思っています。であの特にこの 14条地図などについては、先ほども言いましたように、すべての1回転について立ち会いをしていくというプロセスがあります、そういったものも含めて、例えばあの我々が土地価格調査士などの専門家ができれば関与できる、なるべくこう関与できるようなシステムですとか、などをやっぱりこれから先構築というか、より進めていく。 いうことが重要なのかなというふうには考えております山添拓君、はい、ありがとうございます、えー、それで今川参考人と安倍参考人に伺いますこの法案では相続登記を義務化すると同時により簡易な仕組みとして相続申告登記が新設をされます申告登記では必ずしも相続人の全員が判明するとは限りませんしの持ち分が明らかになるわけでもありませんしたがって 法定相続分の所有権をそこから移転するという手続きもできず、えー、所有者不明土地の実質的な解消になるわけではないかと思います。あの先ほど、今川参考人も遺産分割の促進があるべきであって、まず申告登記から行くべきじゃないというご意見、述べられておりましたが、その通りだと思うんですね。しかし、法務省は相続登記よりむしろ申告登記の活用を希望期待すると、こういうふうに国会では述べています。 ですからこうした登記、申告登記ですね、えー、実際には増えていくことが予想されるわけですが、その際に実務上、懸念される点について、まあ、今の段階で想定されることがありましたら、えー、お願いいたします。今川参考人懸念されることっていうのは、あの相続人申告登記だけをして、そのまま放置しておくということだろうと思います。で先ほどから何度も申し上げておりますように 本来遺産分割協議を経た、確定的な権利者の登記をしていくというのが、本来の目的でありまして、何らかの形でそれができないという場合に、法定相続分による登記をするということもあるんですが、それはやはり未分割の状態を表す暫定的なものであるという意識を持ってもらわなきゃいけない、そして、それもままならないときには、相続人申告登記という救済措置もあるんだというふうに考えるべきでありまして、 遺産分割協議を経た登記と、法定相続国による登記と、相続人申告登記を、同列に並べて考えるべきではないというふうに思います。そして一方、今、これは私申し上げましたのは、相続人の立場からの考え方でありまして、一方、登記は公示制度でありまして、その登記簿を見る人の立場からすると、全く登記がされていない状態、それから、 法定相続文で住所、氏名、持ち分まで入っている状態、それと相続人申告登記の状態というのを考えたときに、少なくとも相続人申告登記の場合は、連絡先ぐらいは分かるようにはなっているという意味で、その登記情報を見る人からすると、ある程度有用なものであるということは間違いないなと。ただそこで終わらせるかかどうかは 実は我々の責任でもあろうと思っておりますので、えー、もう再三述べておりますが、えー、遺産分割を促進して、えー、確定的な登記がされるよう、われわれ専門家がしっかりとサポートしていくべきだろうなと、まあ、弁護士さんと一緒にサポートしていくべきだろうなというふうに思っております安倍参考人。はいいありがとうございます え私たちの方もあも申告対応に問題、意識は持っておりまして、お配りさせていただきました今日の資料の方の6ページ、ごめんなさい、5ページ、6ページあたりにも、いくつかあの詳細に私たちの問題、意識をあの述べさせていただいております。時間の関係もありますので、この中でいくつか挙げてあのご答弁という形にさせていただきたいというふうに思いますけれども、まだこれから相続申告登記ということの運用については、これからということもありますので、 えー、いくつかあ推測という面もありますけれども、えー、山添先生の方でも、えーと、前回ご質疑いただきました二次相続への対応のあたりもです、ね、非常にどうなるかがわからないというふうになっているという点とです、ねえーそううん、申告登記をした後に、住所や氏名が変更したとしても、その変更登記自体はあすることが求められていないので、 一時的には住所、氏名はあ申告登記で登記されますが、その申告登記した方がさらに住所や氏名を変更した場合は、それが登記記録として残りませんので、えー、すごくスポットでの登記記録、連絡先は確保できるんですが、またあ次の瞬間にはあ、その方の連絡先があその日以降のものはまた追わなければいけなくなってしまうという点において、非常に限定的なあ連絡先の確保手段になっているのではないだろうかという点。 また、不登記を、相続に申告登記をした方がさらにお亡くなりになった場合は、不登記の不登記をしていくというような形になっていますが、これが数世代続くと、不登記の不登記の不登記の不登記というような形で、延々に不登記が繰り重なっていくと、最終的に不登記が何度も繰り返された後合意を形成して登記をする場合は、最初の 名義のところに戻って、もう一回ゼロから相続登記を何世代もしなければ、結果、利活用ができないということにもなりますので、やはりこの申告登記というものは、決して全く意味がないということはあの申し上げませんが、まだまだ課題があるのではないか、それをいかにこれから運用上で,です、ね、改善する工夫ができるかというところが、これからの課題かなというふうに思っております。 それでは残りの時間で、今川参考人、安倍参考人、吉原参考人、それぞれにもしご意見あれば、一言ずついただきたいと思っているんですが、今のお話からも遺産分割が大事だということかと思います。でこの法案では同時に民法改正によって、遺産分割における具体的相続分の主張を10年に制限しようという内容があります。でこの法案提出の経過に照らせば、これも所有者不明土地の解消のための一つの手段と考えられているものと思います。 で所有者不明土地の解消というのは、相続人のためというよりは、公共事業や災害復旧や、あるいは土地を取得して事業をしあの行いたいもののために、登記の工事的な効果を期待するもので、まあ、半ば公益目的だと思うんですね。まあ、それによって、遺産分割における特別受益や寄与分の主張ができる権利を制約していくと。ですから、公益目的によって、権利を制約するということになります。しかもその範囲はは土地だけではなく 建物や動産や債券など、他の遺産にも及ぶことになります、この目的と手段との合理性について、どのようにお考えかということについて、最後にご意見、伺いたいと思います今川参考人、はい、今川です、えー、先生、ご指摘のとおり、遺産分割協議はあの義務でもなかったですし、いつやってもいいということで、あのうん、特別受益や寄与分といった具体的相続分もいつ主張してもいいということになってまして、それが10年を経過したらできなくなると。 いうことはこれはあの権利行使の仕方が変わるわけですから影響はあると思います。ただあの遺産分割協議をする中で期間長期間期間が経過しますとその具体的相続分を証拠立てるものも乏しくなってきて勢い遺産分割協議が長期化するという問題も多分あるんだろうなというふうに思います。でそこはバランスでどこかで。 えー、区切りをつけるということも必要だということで、今回、10年という数字が出てきたんだろうなと思っております。ですから、あの国民には十分周知をしなければならないと思いますが、この10年という数字については、まずは受け入れて、えー、遺産分割協議を促進する方へ向かうべきかなというふうに今のところ考えております。以上です安倍参考人 こちらにつきましても、先生と同じ問題意識を持っておりまして、10年経過したことによってです、ね、あの具体的相続部についての権利支障ができなくなる、これは非常にあの市民には大きな影響を与えるところだというふうに思いますので、こちらを導入するにあたっては、やはりかなりの周知をしなければいけないというところ、ただ、今、今川参考人が申し上げましたとおり、とはいえ、えー、やはり一定のところで区切らないと、それが あ今後の遺産分割の合意形成の阻害要因にもなる、えー、要するに資料もない証拠もない中で,です、ねえー、主張をされると結果、合意の妨げになるということも実際、起きているということですので、そのあたりの整合性をどう取るかというところがやはり重要であるのかなというふうに考えるところです。以上です、はい、あ吉原参考人はい 私も、あのお二人、あの、さっきの、あの参考人の方々と基本的に同じ意見です。十年を経つ前に、減る前に、えー、相続し、えー、遺産分割協議を行うことは、相続人のためにもなるというふうに考えております。また、あの十年経過した後でも、相続人間で合意ができれば、具体的相続分に基づく分割というものは可能ですし。また、十年経過する前に裁判所に申し立てをするといった、あの、方策も設けられておりますので、あの、そこは、あの、法,法,法制上も整う、あの。バランス